何？チルニューそれなよってか、お前なんだお前その態度かわいいな。怖いのは私でしょ。こちゃん、お母さんまだね、着替えてないです。パジャマのままなので。様だな、今日はどうした？あーくん、おはよう、シロ。よくいっぱいいる。いただきます。七味これでも大丈夫です。パダパ、割れてなかったの、ね、うん、はい、いただきます。お姉ちゃん、お姉ちゃんの分のおそうめんが湯だった。梅肉の入ってる乳麺です。バイバイ。うん、ちょっと麺多いかもしれんけど、まあ、そうめんだから。梅と一緒に食べてな。そうすると梅かな。ねえ、面白い。びっくりした。ほら、おっぽどしちゃ、おっぽどしちゃ。めちゃくちゃ面白いな。ほらほらほら、食べらんない食べらんない。お父さんも食べらんないよ。食べらんない。天才だったかもしれない。食べらんのかった。お笑い、お笑いか。ああ、そういうこと言うから、褒め殺しって言うんだよ、そういうの。バカにしやがる。いや、感謝してほしいけどね。虫、古虫の女の子きっといっぱいいると思う。父親の親父ギャグをもう知らんぷりする女の子、娘は世の中にいっぱいいるんだよって。え、これそれ、それ汁。何？うん、何これ。え、へってしてる。僕が載ってない漫画なんて、ふーんだ。僕も載せろや。載ってるよ、載ってる。ぷぷ。てかさ、へそ天ともまた違う、なんていうのかな、これ。なんかあの王様、人間みたいな、こう、はい、僕偉いかもーって鼻出ちゃう。かわいい。なんかいい意味でズーズーしくなってるからさ。確かに、ね、よしよし、慣れてきたんだな、うちに。なんか手がいいね。ねえ、あんなに必死でチュールも食べてた。いやー、まあ心許してくれてる証拠ってことでいいんですかね。へそ天だもん、これ。へそ、うん、なんか黒、あ、見られるの嫌なの。黒かわいいよ。黒ね。え、なんか急にさ、昨日から急に、あれ、反抗期終わった？黒、かわいい、かわいいよ、黒。かわいい、かわいいね。かわいい。でもひーちゃんはね、意外と喉鳴らしたりとか甘えたいよとか主張してくれる子なので、意外にも
ちゃんとね。ひーちゃんって呼んだらちゃんとさ答えてくれて嬉しい嬉しいってしてくれるから、うん、すごく分かりやすくて甘えさせやすい。喧嘩ばっかりしてたのにこの頃マー君がクロのことペロペロしてあげてる、うん、ありがとうマー君、ありがとうね。